Welcome to the ガンダムライン。どうも、シリビです。今回はニューヨーク LG 本拠地ですね。で、今回ドズル先生を入れてます。なぜかというとですね、ドズルの耐爆走行がマックスになりましたんで、まあどの程度軽減するかっていうのも含めてやってみようかなという感じですね。まあもう爆死でいいんじゃねって感じですね。やったねー。ごめん、今のすまんかった。見えたんだ。撃ってこい、行ってこい。いいですね、入ってますね、素晴らしい。というわけで、ドズっちゃうかな。ドズっちゃうべべべ。対爆走行で、で、まあね、F バズーカでこけないようにするためにもう格闘は切っております。こいつ格闘結構面白いんですけどね、まあいいでしょうという感じで今回は切っております。まあテストも含めてなんですね。ちょっとマークされまくってますが、バックショットだとこけちゃいますか。まあ 1A を狙っていく感じでございますな。何なんでしょうね、とりあえず願っとくっていうのはですね、何の価値もないんで、どうすればいいのかを提示しましょう。いや本当に、それを言って何になるんだっていう感じなんですけども、こうしようよっていうのを提示した方がいいです絶対。来るからじゃあこうしましょうって言えば、あそうねって思うんですけど、でってなっちゃうわけですよ、そういう発言は。割とただぜひですね、大事ですよ、そういう生産、なんていうんですかね、まあ無理にポジティブにする必要はないんですけど、そういう意見の方が人は動かせんじゃねえかなという気はしております。残念、バレちゃいましたね。まあ、B 君いいんじゃねえでしょうか。まあ、1A をねしっかりいってる人が 1B もいけてるんでね、これいいと思いますよ。まあ、使い捨てましょうかね。3もいけてるし、いい流れだと思います。OK、 チキザクですかね。あ、ザクじゃないしジムです。地雷がないことを祈って。残念。地雷ですかね。こけましたね。残念。だけど味方が言ってる。いいんです。私はおとりになったのだ。大事大事。よし、SFS で C 狙っちゃおう。私これあんま得意じゃないんですね。過去ですね、味方にぶつけられるっていうのと、あの壁にぶつかるっていう悲しい思いしてるんで、あんまりいい思い出ないんですけど。お願いだ、近寄らないでね、お願いします。
いい感じじゃねえですか。入ればいいな。やったねかけるよ。削ります、削ります。まあ、あそこで、ね、削っていくの大事です。どこで削ったの？見えない、体力が見えない。君じゃないんだ。上のが見たい、上のが見たい。7割。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。どこどこ、あっちか。オッケーオッケー。はい、こけてん。修理は任せておきなさいって。はい、もう一回こけてよし。まあ、割といい試合になってますね。非常に。この辺かな？これ嫌な予感しかしないんでね、申し訳ないことをする可能性が。壊してみましたね。オッケー、いい感じですね。これこっちはいいんじゃないの。Gラインだ。オッケー、空中戦マンジしてろよ。こけなかっただと。なんということでしょう。いやー、今熱い空中戦でございましたね。こけないだとみたいな。って。いやー、ザック VS G ラインね、旧世代ですよ。私は完全にこの機体は、あれどこどこ、旧世代機で最新機と戦う。熱いですね。最新機だが、しかしちょっと使い手を選んでいてですね。おお、危ない危ない。気づいてよかった。いいですね。取りましたね。指揮官もやってるっぽいんでね。私は、ただ敵のアムロは、いますね。これね、こっちから行きましょうね。敵のアムロを今のうちに潰しておきたいところでございます。X ダスト。お客さん、あの人と、あの人かどうかわかんないですけど、あの色のコードがかかりますな。大丈夫、あのキルが当たんない。さあ、どうしましょうかね。ここはこっちから使っていきましょう。なんであんな上から撃たれた。 SFS ですかね。まあ、敵はエースを温存しつつという感じなんでしょうか。
ックされちまいました。指揮官からの指示です。この程度で悲鳴はこそがよいしょ。カメラは生きてる。さっきからこれお前ずっとここにいるのかよ。いや違う機体だと思うんですけども、さっきも嫌いましたね。えてかずっといるんじゃねえのっていう感じですけども、そんな記載してきた、あそこにいますもんね。すごいな。残念。じゃあこの距離から行けんじゃねえですかね。おうおう格闘してる。ただではしないよ。ちょっと厳しいね。何食らったっすか。狙撃から狙撃か。やっぱ右行かないとダメですね。左からはダメだ。戦艦。地上撃する機体を選択し、狙撃する地点を選択してください。入られてますね。割と入られてますね。こっちは入れてるんですけど攻撃できない。なんだこれ悔しいですね。攻撃できないんですよ。君たちはジオン国民の誇りだ。これで勝ったと思うな。チルムファウストスーパーナパも超減ったし、トイレかな。通れた。オッケービーコンがあと37秒。まあここで下手にミノを使うよりはビーコンに合わせてって感じでしょうか。まだわからない。まだ7分あるからね。SFS のためにって感じでしょうか。難しいね。まだわからない。まだ全然わからない。右回り行きましょう。そっちの方が良さそうだ。敵戦艦も来ました。ああ同じタイミングだ。ほとんどね。右から撃たれたな。ロックされてるのがめんどくせえっすね。OK。ゲージ差が結構つきましたね。残念。敵の身の上に取っとけですね。入れてる。素晴らしい。出撃
スツルムを戦艦に撃ち込むか、通りがけに頼む、やめて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 スーパームービングカンデル イエス、かわしたぜ。衝突注意、危ない。私にあった不幸を呪うがいい。これで勝ったと思うな。よくもやってくれた。あー、ニステルム一発。という楽園をさせていただきました。けどちょっときついですな。この差はちょっときついですな。敵の方が入られてますね。なんででしょうね。入られてますな。悔しいですね。入れてるんですけど、格闘にやられてるんですよね、あのあいつ。なんだっけ。ピクシー、妖精やろう。作戦時間は。ああ、分かってたんですけどね、顔せな。反応いいですね、反応っていうか判定がいいですね。いや、あのね、これを壊そうかどうか迷ったんですけどね。いやー、厳しい。ガンマムレしてるのがいるんですよね。その関係で。もっと積極的にこっちポーンってこういう感じで。こういう形でガン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 攻撃していいと思うんですけどね。オーバーヒーツ、厳しいですね。なかなか遠い。じゃあ積極的にね、ここに A に A をあのバックはね、だんだんどんどん中にぶち込んでいいと思いますね。悔しいですね、これ残念。いや、全体的にみんな突っ込んでるんでね、いいと思うんですけど、ちょっと防衛がこっち足りなかったですね。防衛意識がしっかりとしてなかった。あとは敵ががっつり防衛してるやつがいるっていう。ただゲージ的にそんなに極端に差がないので、あ、ゲージっていうか本拠地を殴ってさ、歩兵で負けてる、歩兵っていうか削られてますね。そういう、それもったいないですな。おお、伸びる。あれですね、多分あの差もあるんでしょうね。リペアの差とかもあるんでしょうね。リペアが全然見ないんで、3しかいないですからね。そういうのもあると思います。あとはまあ本拠地殴ってる数はほとんど一緒なので、リペアのそういった裏方の差もあるんじゃないかなという。通れない。遠いよ、本拠地が遠い、本拠地が遠いよ。
ていう感じですね。ちょっと遠い、入れなかった。いや、何回か入れたんですけど、すべて格闘で潰されるっていう感じですね。タイミング的には悪くないと思ったんですけどね、ガン守りしてるのがいたっていう悔しい話です。まあそんな感じですね。今日はこの辺でしょう。まあなかなか楽しめました。どうする、なんかバフ、どうなんでしょうね。そんなになんか、恩恵を受けてるような気はしないんですけども。君の働きは本部より報酬が届きました。なんかそんな感じですね。取り立てて、なんていうんですかね、バック体制5なんですけど、なんか恩恵を本当に受けられてなかった感じが。まあ本拠地に宿舎が突っ込んでないっていうのもあるんでしょうね。白衛戦ほとんどしてないですし、という感じでございました。参戦予約ボタンを押してください。まあこんな感じですね。まあ128の特性5のそこに大爆走行なんで、まあ、F バズーカではこけないんですけども、もちろんね、まあ、するも、まあ、空中で、まあ、チャージビームライフルはこけちゃうのは仕方ないですけど、まあ、難しいところですが、単発一応 F だけ、火力が高いんでね、これにかけるって感じですね。まあ、そんな感じです。なかなかちょっと難しかったですね。そんな感じでございました。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。